新型コロナウイルスの感染が拡大した地域の医療体制について、厚生労働省は軽い症状や症状がない人は自宅や宿泊施設での療養を原則とする方針を都道府県などに通知しました。厚労省は新型コロナウイルスの感染者が増えている地域では、医療崩壊を防ぐために重症者の治療を優先させる考えです。 このため、軽い症状の人や症状がない人は、入院させずに自宅や宿泊施設で療養させることを原則とする方針を都道府県などに通知しました。自宅や宿泊施設での療養を終えるには、退院する場合と同様に PCR 検査で2度陰性となることが必要ですが、重症者の治療に支障が出る場合には14日間の健康観察のみでも可能としています。 これを受けて東京都が軽症や症状のない入院患者について、来週から都内のホテルに移ってもらう方向で最終調整していることが都の関係者への取材で分かりました。都はこうしたホテルを複数準備することを検討しています。 特にですね、自宅はなかなか難しいという方も多いかと思いますので、あの、早速、今回の通知を受けてですね、あの、療養所の確保を迅速に進めていきたい。